ツイードウォータースパニエルツイードウォータースパニエルは、イギリスのスコットランド原産のレトリーバー犬種である。日本でも人気の高いゴールデンレトリーバーの先祖でもある。本種に関する資料は、あまり多く残されていないため、謎が残る点もいくつかある。その一つは、作出された年代で、1800年頃にはすでに本種に関する資料が残されているため、 それ以前に作出されたと考えられている。本種は主にリトリービングに使われ、ツーイード川付近で主人が撃ち落とした鳥を回収するのに使われていた。この時、獲物に歯型がつかないようにそっと加える、ソフトマウスという技術が使えるように訓練が行われていて、トゲのついたイガグリのようなボールを投げて取ってきさせることも行われていた。1848年には、 全盲の男性に付き添う盲導犬として働く、ツーイードウォータースパニエルがいて、主人の言うことを理解して、生活をサポートしていたという記録も残されている。1860年代になると、フラットコーテッドレトリーバーの先祖である、ウェイビーコーテッドレトリーバーと本種の交配が行われ、改良が加えられて、ゴールデンレトリーバーが誕生した。本種の仕事は、 次第にその子孫にとって変わられるようになり、1900年、ゴロに絶滅してしまった。用子は、現在のゴールデンレトリーバーに似るが、コートは水を弾くために油っぽく、カールしている。黄色はブラウンが主であるが、稀に、イエローの個体もいた。タレミミサーベル型のタレオで、サイズは、大型犬サイズ。性格は温和で優しく、攻撃的な面はない。泳ぐことも得意で、 ある程度ならば潜水することもできた。ありがとうございます。